はい、ということで、サミちゃん、はい、スパイアイドルということで、はい、売り出していくために、いきましょう。はい、まあ、いろいろアイドルでオーディション受けたりとかすると思うんですけど、まあ、今回仮想アイドルオーディションということで、オーディション、はい、頑張っていきますということで、オーディションの練習をちょっとしていきたいなと思います。はい、頑張ります。頑張りましょうどうぞ。失礼します。はい、じゃあお名前と自己 PR お願いします。はい、3番の覆面かぶってあなたに出て、失礼します、ひとみです。あれ、覆面かぶってってどういうことですか？あ、そう、こう見えてもこの覆面なんですよ。あ、そうなんですね。はい、確かによく見たらなんか頬が硬いなと思ってたんですけど、はい、なんかのグループかなんかに所属されてるんですか？あ、私スパイアイドルとして活動させてもらってます。スパイアイドルなんですね。はい、あれ、ちなみにあの手とかはなんか手袋ですか？腹タイツです。あの指紋とか残さないようにちゃんとスパイなので、はい、肌も隠してます。ああ、そうなんですね。ちょっと見せてもらっていいですか？あ、これだとこう、こんな感じで指紋が取られないってことですね。そうですね、ちゃんと肌も隠してます。うん、徹底されてますね。はい、はい、スパイガールズの、スパイガールズって何をするようなグループなんですか？占いを使って食事に誘ったり、はい、ちょっとどんな感じかちょっとやってもらってもいいですか？はい、ねえ、今日何してたの？今日は特に何もしてないですよ。本当？じゃあこの後私と一緒にどう？ああ、今日は作り置きの晩ご飯があるんで、ちょっと腐らしたらね。そんなこと言わないで行こう。ね、いやー、腐らしたらね。これさすると弱いなじゃあ行こう、決まり。ちょっとだけ、ちょっとだけじゃあちょっとだけなら行こう、ありがとう、行っちゃおうかなあとアクションとかはできます。パンツとかキックとかできます。パンツおぉ、はい、あとはボール投げとか縄跳びもできます。お、うまい、うまい。そしたらあのアイドル、必要なアイドルとして必要な、まあ、ポージング、はい、ちょっとなんかウォーキング軽くして、はい、わかりました。はい、はい、入ってきてもらっていいですよ。
椅子に座ってもらって、はい、じゃあ月島ひとみさん、はい、オーディションの結果、はい、合格です。やっぱりあのスパイガールズってまだ珍しいのと、あ、本当ですか、はい、頑張ります、はい、やっぱりこう色目を使ってこう情報を聞き出すっていうようなところが面白かったんで、あ、嬉しいです、はい、今後もちょっと色々見ていきたいですね。ありがとうございます。じゃあこれから頑張ります。はい、仮想オーディション練習以上です。ありがとうございます。楽しかった。楽しかった。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。バイバイ。はい、撮影お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、もうちょっと、よいしょ。でも、本当変装のマスクみたいですね。うわー、すごい。